どうも、はじめますです。今回の動画は、僕普段ね、僕が飼育しているトカゲとかヘビとか虫とかヒルの動画を上げてるんですけども、今回はね、魚の動画になります。で、なぜ魚の動画になるかっていうと、僕はね、オオミズヘビっていう、魚類を食べるヘビを飼育してるんですよね。で、そのためにあのコアカというね、金魚、餌用金魚をストックしてるんですよね。で、そのストック用の水槽がもう本当に何もなくて、もう本当に無サップ、無サップ今日やばいな、殺風景って感じなんですよ。で、本当に何もないから、なんかそれでもいいんかもしれへんけど、なんかこれかわいそうだなというか、もうちょっとね、あの一応餌用の金魚なんですけども、何か仕上げれることあるんじゃないかなということで、今回はね、とあるものを購入してきましたんで、今回ね、そちらを、レイアウトしていって、まあ、喜んでくれるのかなっていうのを見ていきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。なんない今日はあかんわ。はい、で、なんか出てきた、なんか。はい、ということで、今回はですね、こちらの、ミックスプランツっていうのを買ってきて、で、あと、砂利とか何も敷いてないんで、こちらの金魚用の砂利も購入してきました。これがあることによって、なんか金魚が住みやすいね、水質になるみたいです。はい、ということでね、早速、レイアウトしていきましょう。はい、ということで、今映っているのが僕が飼育しているオオミズヘビの餌用の金魚のストック水槽になります。はい、もう見てわかる通りね、本当に何もないですよね。もう殺風景という言葉の由来、これなんじゃないかってぐらいね、もう何もないんですけども、今回はね、買ってきたものでレイアウトしてね、今映っている金魚たちがまあ楽しめる環境になれればなと思いながらやっていきたいと思います。で、まずは砂利ですね。こちらの砂利を敷いていきたいんですけども、これ敷く前にね、後ろの説明書を読むと、この砂利を洗ってくださいっていうふうに書いてるんで、まずはね、砂利を洗っていきたいと思います。はい、ということで、早速ね、洗っていきたいんですけども、洗い方としてはね、こちらの、米研ぎ用の器で、洗っていきたいと思います。で、この中にね、砂利を入れてね、洗っていきます。いや、綺麗やな、この砂利、おしゃれ。なんか最近流行ってるインスタ映えとかしそうやね。ほんまにこれインスタグラムに上げて、なんかハッシュタグでカラフルな石みたいな感じにつぶやいたら、めっちゃ女子高生とか大学生からいいね来そうやね。で、まあ、これで入れ終わったんで、あとはね、水で研ぐだけですね。で、ほんとすごいのが、この留め研ぎ用ね、今回の砂利を研ぐ用にもね、使えるんですけども、他の用途もあって、米をね、研ぐためにも使えるみたいです。もう本当にね、すごいよね。もう最近のね、この技術の進歩というかね、もう驚異的なものを感じますね。もう一石二鳥的な。ほんまや、濁ってるわ、水。この濁りをなくすまで洗っていけばいいのかな。これ音が気持ちいいね。ほら、この音、これ最近流行ってるさ、なんか音の癒し効果みたいなのあるじゃん、あれみたい。どうですか、癒されますか。え、これなんか、マイクの近くでやるのかな。どう、癒されてる。まあ、こんな感じでね、視聴者を癒しながら砂利を洗っていきたいと思います。はい、で、こんな感じに水がね、濁らなくなったら終わりです。で、次はね、水槽の水を抜いて、金魚たちを他の容器に移し上げて、砂利を敷いてやっていきましょう。はい、ということで、綺麗に洗うことができたんで、早速ね、砂利を入れていきたいと思います。いや、本当に綺麗やな。
これが見えてるとこってこっちが裏側になるの？裏、裏、そうだよね、裏側か。あ、じゃあ反対か、これ反対が。あ、綺麗。はい、これですね。で、次にレイアウトの水草入れていきたいと思います。はい、じゃあね、あ、もうすげえ、いいね。でも普通にこれポッて置いたらいいの？いいんじゃない？で、最後は水を入れて、金魚を入れてあげて終わりですね。ちょっと水を入れていきます。はい、ということでレイアウトが終わったんですけども、どうでしょうか。もうね、あの頃の殺風景なレイアウトが嘘みたいにめちゃくちゃ映えますね。もう砂利と人工プランツ入れただけやのにこんなに違うとはね、ちょっと驚いたんですけども、これでね、あの金魚たちも喜んでくれてたら嬉しいんですけどね。まあ、どうなのかちょっとわからないんですけども、ただね、やっぱり砂利結構洗ったんだけど、入れたばかりか少しね、水が濁っちゃってますね。はい、まあ今回の動画はね、こんな感じで終わっていきたいと思うんですけども、最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。